はい、どうも皆さんこんにちは、ベースさんです。今回は床が開く 3×3 の隠し扉の作り方を紹介したいと思います。このチャンネルではレッドストーン回路の動画をたくさん投稿していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。また高評価とコメントをしてくれるとすごく嬉しいです。でね、今回紹介する回路はこんな感じで、アイテムをポイッと投げると床がこんな感じで開く 3×3 の、ね、隠し扉となっています。で、下にはスライムブロックがあるので、ジャンプで降りることができます。で、下からね、上に上がりたいときは、こんな感じで、スライムブロックを使って上に上がれます。で、消したいときはね、こんな感じで、もう一回アイテムを投げてあげると、閉じることができます。この回路ね、かなりすごいですよね。しかもね、アイテムを投げて開くので、もうね、絶対にバレません。でね、ちゃんとこんな感じでね、下からでも、このように開閉することができます。ですのでね、まあ、下でリスポーンして扉が開いてないときでも、まあ、一応ね、ちゃんと扉が開けるようになっています。で、この回路ね、かなり複雑そうな動きをしているんですけど、まあね、意外と実は簡単です。なぜかというと、こんな感じでスライムブロックやハチミツブロックをたくさん使っているからですね。大きさの割には割とね、シンプルな作りの回路になっているので、ぜひ作ってみてください。それでは早速作り方を紹介していきたいと思います。はい、それでは早速作っていきます。今回作る回路はこのように横幅が8ブロックで、奥行きが7ブロック必要なので、そのぐらいのねスペースを用意してください。で、深さはこの地面から1,2,3,4,5,6,7 ブロック分掘ってください。はい、で、そうしたらね、扉の位置の部分をね掘ります。で、扉の位置はこの右下から1,2,3ブロックのところ、ここを 3×3 で掘ります。で、そうしたら下側にやってきて、このね、左右両端のところを揃えて、このように掘ります。はい、こんな感じですね。で、この掘っているのは横幅8ブロック分の壁の方を掘ってください。はい、こんな感じで掘ることができたでしょうか。そうしたら、この下のね、通路側から作っていきます。では、まずこの通路のところから1,2,3,4ブロック目のところに、このようにね、横3つにブロックを設置します。で、この左側のブロックの横に、このように粘着ピストンを設置。で、粘着ピストンの上には、このようにスライムブロックを横に3つ設置します。で、このブロックの両側に、このように1,2とブロックを設置していただいて、このブロックの側面に、このようにね、ボタンを設置します。で、そうしたら左側のボタンのね、裏側に回ってきて、ここにブロックを設置。で、このブロックの上と、さらにここにね、このように合わせて3つレッドストーンパウダーを設置してください。はい、こんな感じですね。で、そうしたら上側にやってきて、ここです。この3つの 3×3 のところの右下のところを壊してください。はい、で、そうしたらこのようにね、下側に回ってきていただいて、ここですね、ここにチェストを設置。で、チェストに向かってホッパーを1つ。で、このホッパーに向かってさらにもう1個ホッパーを設置してください。はい、で、そうしたらこのホッパーの周りをね、少し壊してあげて、このホッパーの上に、レールを設置。レールの上にはホッパー付きトロッコを設置してください。で、このホッパー付きトロッコの下のレールを壊していただいて、このホッパー付きトロッコの上に1,2,3,4とブロックを設置。で、3つ目のね、ここのブロックは壊します。で、このブロック、この一番上のブロックを見るより、粘着ピストンを設置していただいて、粘着ピストンをね、1回レッドストーンブロックで押します。で、そうしたらこの3つのブロックは壊してください。そうするとね、こんな感じでブロックが下にね、1個残った状態で、このホッパー付きトロッコが、ブロックの中に埋もれていると思います。はい、で、そうしたらこの周りはね、こんな感じでブロックで埋めて元に戻しておいてあげましょう。はい、で、そうしたらこのチェストの横にブロック。で、このブロックの上にコンパレーターを設置。で、このコンパレーターの先に粘着ピストン、オブザーバーの順で設置して、オブザーバーの後ろにこんな感じで1ブロック空間を空けてブロックを設置します。で、このブロックの側面にこのようにレッドストーントーチを設置して、このレッドストーントーチの斜め下、ここにブロックを設置します。で、このブロックの上にはリピーター。リピーターの先にブロック。で、そうしたら、このブロックの横ですね。ここに、こんな感じで、相互ホッパーを作ってください。はい、こんな感じです。で、このホッパーの上には、レッドストーンパウダーを設置してください。はい、で、そうしたら、ホッパーのね、斜め下にブロックを設置。で、この上に、コンパレーターを設置します。このコンパレーターは、このホッパーの中身をね、読み取っている感じになります。はい、で、そうしたら、この右側のね、ホッパーの中に、スタックできないものを一つ入れておいてください。はい、で、そうしたら内側に回ります。内側に回ったら、このコンパレーターの横についているブロック。
にこんな感じでね、さらに3つブロックを設置。で、その上にレッドストーンパウダーを設置してください。はい、で、このレッドストーンパウダー、3つのレッドストーンパウダーの上にはこのように黒曜石を3つ設置してください。はい、で、そうしたらこのブロック、左側のブロックの横にさらにもう1個ブロックを付け足して、その上にリピーターをね、設置します。リピーターのチェーンは1、2回クリックして3にしてください。で、このリピーターのね、ついているブロックの先にこのようにガラスを1つ設置していただいて、ガラスの斜め下にこのようにもう1つね、ブロックを設置します。で、ブロックの横にもう1個ブロックを設置していただいて、で、こうですね、このガラスの上とこのブロックの上にはこのようにね、レッドストーンパウダーを設置。で、最後に置いたこのブロックの上にはリピーターを設置します。リピーターのチェーンは1、2回クリックして3にしておいてください。で、リピーターの先にブロック。で、その斜めに下にさらにブロックを設置。で、このブロックにさらに内側にね、もう一つブロックを追加してください。で、ここですね、ここにレッドストーンパウダーを設置して、その上にリピーターを設置。リピーターを設置できたらその先にブロック。で、ここですね、この斜め下にさらにブロックを設置していただいて、その上にリピーターを設置します。リピーターのチェーンは1、2回クリックして3にしてください。はい、で、このね、リピーターの先のブロックの上、ここを壊していただいて、その上にレッドストーンパウダーを設置します。はい、で、ここまで作ることができたら、次はね、ここから右につなげていきます。では、まず、この右端から1、2ブロック、ここをこんな感じでね、階段状にブロックを設置していただいて、その上にリピーターを設置します。リピーターのチェーンは2回クリックして3にしてください。で、リピーターの先にブロック。で、その上にレッドストーンパウダーを設置。で、このブロックの斜め下にブロックを設置していただいて、その上にリピーターを設置します。リピーターのチェーンは1、2、3回クリックしてマックスにしておいてください。で、リピーターの先にブロック。で、斜め下にブロック。で、その上にレッドストーンパウダーを設置します。で、そうしたら内側に回って、このレッドストーンパウダーの横にブロック。で、斜め下にもう一個ブロックを設置します。で、このブロックの上にはリピーターを設置していただいて、リピーターのチェーンは1、2回クリックして3にしてください。で、リピーターの先の上、ここですね。このブロックの上はここはしていただいて、その上にレッドストーンパウダーを設置します。はい、で、ここまで作ることができたら粘着ピストンを設置していきます。では、まず、このガラスの横に粘着ピストン。で、ここですね。このブロックの上とその横に粘着ピストンを設置します。はい、で、今度はこっちを向いて、ここですね。このレッドストーンパウダーの横のブロックを2つ壊していただいて、ブロックがあった位置にこのように横向きで粘着ピストンを設置。で、この粘着ピストンの斜め下にこのように上向きで粘着ピストンを設置します。はい、で、そうしたら次はですね、ここですね。この遅延がマックスのリピーターの上に、このように横向きで粘着ピストン。で、そうしたら今度はここですね。その斜め下にこのように粘着ピストンを設置します。はい、こんな感じです。で、そうしたらスライムブロックと蜂蜜ブロックを設置していきます。では、まずここですね。この2つ粘着ピストンが横並びになっているところには、ここにスライムブロックを 2×2 で設置します。で、このスライムブロックの上には 2×2 で普通のブロックを設置してください。で、次はこっちですね。で、今度はここはですね、ここです。ここのブロックを壊していただいて、ここをまず黒曜石に変えます。で、そうしたら、この粘着ピストンの上に、このようにね、2つ蜂蜜ブロックを設置。で、この蜂蜜ブロックの上には普通のブロックを設置してください。で、この蜂蜜ブロックの横、一つ余っているところには粘着ピストンを設置して、その上に普通のブロックを設置します。で、最後ですね、ここはこのように2つ蜂蜜ブロックを設置していただいて、その上にこのようにね、普通のブロックを設置してください。はい、こんな感じです。はい、で、そうしたらですね、このままだと回路がスカスカなので、回路をね、黒曜石で埋めていきます。では、まず、ここですね、このスライムブロックがたくさんあるところの横、ここにこのようにね、黒曜石を設置。で、反対側、ここもね、黒曜石を埋めてください。で、そうしたら下側、ここと、ここも埋めてください。で、ここですね。ここにも1、2と黒曜石を設置してください。で、注意なんですけど、ここですね。ここには黒曜石を設置しないようにしてください。はい、で、そうしたら下側にやってきて、このね、スライムジャンプ台の周りもこんな感じで、しっかりね、囲んであげます。はい、こんな感じですね。で、ここですね。ここら辺は普通のブロックを使っても大丈夫です。で、気になる場合は、こういうところとか、そのね、裏側も、まあ、裏側からね、こんな感じで普通のブロックを使って隠してあげてください。はい。で、ここまで作ることができたらアイテムを投げてね、動作確認をしてみましょう。こんな感じでアイテムを投げて、すべてのね、粘着ピストンが動けば大丈夫です。で、もう一回投げてみて、しっかりね、動けば大丈夫ですね。
はい、しっかり動きますね。で、そうしたら最後にね、下側のこのピストンでしっかりね、扉を開閉できるようにしていきます。はい、そうしたらこんな感じでまず裏側に回ります。で、ここですね、ここにブロック 1,2,3 と設置していただいて、その上にレッドストーンパウダーを設置します。で、レッドストーンパウダーの先にここにねブロックを設置していただいて、その上にこのように粘着ピストンを設置。で、粘着ピストンの上にはこのようにね下向きでオブザーバーを設置します。はい、これでね OK ですね。では試してみましょう。こんな感じでボタンを押してみて、しっかり粘着ピストンが動けば大丈夫です。はい、しっかり動きますね。で、最後にねついでにスライムジャンプ台の動作確認もしておきましょう。はい、これでね回路を完成したので、最後に少しだけね回路を装飾して終わりにしましょう。ではまずこのボタンの上にねこんな感じで額縁を設置していただいて、で、右側にはピストンで、左側にはスライムブロックを設置しましょう。こうすることで、まあ、左側スライムジャンプ台で、で、右側はちゃんとね、ピストンが動くんだよということが分かりやすくなると思います。で、このねスライムブロック透けている部分はこんな感じでねブロックを埋めてあげて、で、スライムブロックを設置し直してあげましょう。はい、というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。もしこの動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。またコメント欄で作ってほしい回路のリクエストや質問など受け付けているので、ぜひコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。